進めないんだけど、といっても、そういうのに、気にする人が減ってきてる。ジェネレーションでやってる。だって聞くようになれないし、アレちゃんやピーちゃんに言ったかって話なんですよ。どこにいるかって、旭川にいます。旭川に今日来たばっかなんだけど、春泉神楽屋というところに来てます。この、ご覧いただいてくる写真ね。その中で今頼んだのが、こんな感じで、刺身とかね。美味しそうですね、刺身。これは例えば、紋別の刺身とかね。紋別で取れる、このホタテの刺身ね、あります。で、ちょっと今いただきます。特選醤油というのがあるので。噛んだ感じがすごく噛み応えがあって美味しいですね。落とし入れられた。またイカ好きなんですよ。それもこれも北海道で、でも北海道で取れるやつなんですけど、全総主張なんか口の中でとろける感じ、すごく美味しいです。であとは北海道って結構牡蠣有名です。牡蠣って広島のやつも有名ですから、北海道厚岸産の牡蠣が有名で、焼いてもらいました。生でもよかった。オンライン診療を介護施設と連携、口の中でとろけるような感じですごく美味しいですね。昔は嫌いだったんだけど、最近はすごく牡蠣の味が分かるので面白く感じます。